誰と戦うぞって、誰と戦うとんねや。なんか言い返せねえ。おっさん、多分聞こえてるでしょ。言い出した瞬間止まりましたからね。あ、そうだ。はい、多分めっちゃ探しとんちゃうか。めっちゃ探しとんちゃうか。どっから言うてんねん。どっから言うてんねんみたいなやろ。隠れとこかな。隠れた。わしだかも包むわけ。離れてようか。離れてたらええかもから。やせよ、その方がええわ。こんなとこまで来てな。何を言うてんねや。え？日本の国益にかかることやないかい。邪魔すな、お前らは。あお。邪魔ばっかりさらしやがってくら、あんたら。聞こえてるか？お前らのこっちゃ。最後まで戦うぞ。誰と戦うとんねん、あお。ここやここやここここやここや、どこ見てんねんお前。もっと右や、もっと右、もっと右や、右行きすぎやお前。もうちょっと左やお前。どこ見てんねんお前。目悪やったな。悪いのは頭だけかと思ったら、あれかお前、目悪いかボケ。右はええねろな。俺の言うてること聞こえるかこら。日本の国益に関わることやないか、おなあ、それを邪魔そうにやったら日本から出ていけよ、お前ら。わかってるか？ここもっと上や、お前。どこ見てんねん、お前。もっと上。そんな上やったら、お前、ヘリコプターやないか、おもっと下や、もっと下。ちゃんと見よ、お前。頭も悪いし、目も悪いし、耳も悪いんか、お前ら。聞こえるでしょうね。ああ何も障害物ないですから。はい、なんか言うてみ、なんか言うてみな。考えた主義主張は言えばな、なんか言うてみや。少なくともおるとは違うというだけ残っちゃうな。だろ、なんか言うてみ。上からやや言うてんとな。ほんまに止めたいんやったらお前、潜水服でも着て中潜っとけや。そんなジェスチャーみたいなシャオなことしてんでええねんけ。ほんまに止めたんやったらそれはちゃんと解けや、お前。道理を解け言うねん。ちゃうか？誰見ひかない海やったらな、シナや韓国や朝鮮にある
その過去に対してもお前抗議の声を上げなあかんのちゃうんか。お前ら何やねん、言うこと言うたらお前日本がやることなすことあかんあかん、あれはあかん、これはあかんって、まあ、そのことばっかり言うとるやんけちゃうか。隣の国な、今襲うか明日襲うかで狙うとる国の、それに関しては何にも言わへんやんけちゃうの。何にも言わへんやん。日本のやることなすことばっかり、どうやったらこうやったら文句ばっかり言うてるやんけ。俺はな、昔からそうやで、文句あんのやったらさっさと出て行ったらええやんか。嫁はんとでも俺やばいなったら離婚すんやろ。反抗してもさっさと離婚したらええねんけ。俺は少なくともお前らとは別れたいわ。そやろ、お前らの大好きな国行って、ほんで日本をお前批判したらええねんけ。向こうの国籍になるよ。そやけどな、お前らみたいな奴はな、向こうの国にも嫌がられんねんけ。またこんな奴おったら、どうたらこうたら言うてくるのちゃうかなって。賢いね、もっと、みんな。な？もっとみんな賢いの。なんとか反対、なんとか反対、そんなことばっかり言うてる奴、受け入れてみいや、お前。向こうは賢いねんけ。な？外人に対して、向こう賢いね。ちゃんと雨張っとんねんけ。防波堤張っとんねんけ。日本ぐらいのもんやんか。なんや知らんけど遠慮ばっかりして。そやろ？あだらすものは誰やねん、お前。やらなあかんやつはやらなあかんやろって。そういうこっちゃんか。聞こえてるか？遠い遠い境に聞こえてやるけどな。これ船から喋ってんねん、船から。船から喋ってんねんけど、なんやったらそっち行こうか。の方に行くらしいですけどね。ゲート前移動中でか。もう10分遅れてるで。ちゃんと時間守ってやるや。7時にゲート前で言ったけど入らせてもらえんのか。当たり前やわな。お前ら悪いやっちゃんは入らせてもらえへん。俺らも悪いやっちゃんから入らせてもらえねん。それだけのおっちゃんけ。お前らがな、何するかわからんさかいに、海保の人もお前、警察の人もお前、そやろ？こんなお前平和な街に、いちいちも出動かけなあかんじゃないかい。もったいないねんけ。一番平和なのは、俺いつも言うてるけど、警察、消防、自衛隊、海上保安庁、ここらの人がな、何もすることないし、将棋でも消化、碁でもやろうかって、これが一番平和な日本やないかい。それをお前らは、何しとんじゃ何も仕事せんと、あいつらは税金泥棒やって、そういうことしか言わへんねん、お前らは。俺は逆の発想するの？その人らがな、暇でやることないし、碁でも将棋でもして、なんやったら海水浴場でお前海パン一丁でもやろうかって、そうなってんのが一番幸せな日本やないかい。発想がおかしいねんけ、お前。誰になるて。え？そうなってくるとお前、日本の教育、ここからおかしなってくんねんけ。ほなも話なおらんねんけ。日教祖がどうの。そやろ？アメリカに占領されて、その占領憲法で、未だ何年経っとんねん。それに来てて、でお前らどうせ憲法守らなあかんとか、そんなことばっかり言うてんねやろ？改正する前にこんなもん破棄せなあかんねんけ。そこまでなるんや。なあ、そんなこと言うたらあんた、もう頭がショートしてまうわな、俺。そんな賢くないのに大変や。だからな、少なくともな、やっぱり日本国で生きていくんだったらよ。な、なんでも反対言うとったら前に行かんちゅうこっちゃ。それだけ言うとったるぞ。どうです？
そうでしょ。炭素もおらんだ。ここです。